皆さんこんにちは、おちいらのです。最近買った新しいコスメも使いながら春メイクをやっていきたいと思います。それでは早速スタートです。今すっぴんの状態です。コンタクトだけラルムのメルティシリーズのトリュフモカが入ってます。ちょっと今日は可愛い感じにしたいので、てかなんか鼻声なんですけど、アレルギーなので気にしないでください。2日前に肌のエステに行ったばっかりでめっちゃ肌が調子いい。今日はまずドクターエルシアのクリーム美容液みたいな、最近もうベースメイクずっとこれだけにしていてマジでめっちゃいい。なんかね、肌の調子がいいのもあってあんまり消したりとかする必要がなくなったので、もう最近はこれだけになってんだけど、めっちゃ前から口コミで気になってはいたけど、肌に塗るものって私あんまり敏感肌なのもあって怖いから買えないのね、使うのを。でも私ドクターエルシアのパックをファンの方にプレゼントしていただいて、それがめちゃくちゃ肌に合ってたので、え、ドクターエルシアいいじゃんってなって最近買いました。なんかめっちゃトーンアップするみたいな感じの口コミを見て買ったんだけど、トーンアップ効果は私はそんなに感じなかったけど、なんかフィルターかかったみたいな感じで肌が全体的にちょっと綺麗に見えるなっていう感じはあったので、おでこには塗ってなくて顔の下半身に塗ってます。保湿力がすごい高くてマジで美容液のクリームみたいな感じ、美容液なのか下地なのかよく分からずに使ってるけど、もうこれ使い出してくらいから肌の調子いいから肌にめっちゃ合ってたんだと思う。ちなみに肌のエステは2日前に行ったやつはハーブドリームクリニックのクリスティーナのアンストレスのエステを初めて受けてマジで良すぎて感動しました。その敏感肌なのもあって施術系を全然やってないって動画でも伝えてたと思うんだけど、肌の調子悪い時よりもいい時の方がもっと良くしたくなって美意識私は高まる派なのね。で最近肌の調子がめっちゃ良かったからさらに良くしたいなと思って、友達がいいって言ってたやつを初めて受けてみたの。そしたらめっちゃ良くて、フォトフェイシャルとかトーニングとかは1回ずつだけやったことあったんだけど、そういうのよりもマジでめっちゃ良かった。超効果感じたから月1で通いたいなって思いました。まあ、今日が2日後なんだけど、昨日と一昨日マジでめっちゃ褒められた。肌今日やばくないってめっちゃ友達とか会う人に言われまくってた。素晴らしい。あ、パウダーは胃肌塗りました。眉毛はいつものやつです。今日はねピクニックに行くのだから春メイクにしようと思ってお弁当を作ってピクニックに行きます。眉毛はね結構しっかりめに、メイクが今日はピンクで淡めにしたいのでメリハリを出すために眉毛とかをしっかり描いていく。じゃん、キャンメイクのシェーディングパウダー04番、これね割れてダメになってたの新しく買いました、やっと。てかキャンメイクなんかどこにでもあるんだからささっさと買えよって話なんだけど、私なんかポイントとか貯めたりしてるから自分がポイント貯めてる店で買いたいみたいな変なのこだわりがあってちょっと買うの遅くなっちゃって、でもやっぱ久々に使うとこれいい。眉毛の根元とこのここね、ここに入れます。鳥が深く見える私のぺったんこの顔が。唇保湿するの忘れてた。メンソレータムメディカルリップ、なんか私最近さ口角炎がすごいできちゃうからリップが欠かせません。なんでなんだろうね口角炎って。食生活めっちゃ保湿してるのにいきなりここに現れたりするからさ困ってる。こんな感じでベースの顔ができました。肌めっちゃ調子良くない？太陽光の光なんですけど、最近はずっとこれとこれのセットだけでベースメイク終わらせてる。もう花粉がやばいから肌ももう優しく優しくしてたいので極力優しいセットでやってます。この2つのパレットを使います。これはね最近ずっと使ってるやつなんだけど、これは時々登場するピンクホリカホリカのやつです。ピンクオロジーとディオールの002番、ベースにこれのここの色を塗っていきます。ちょっと血色良くなるかなくらい結構広めに入れます。今日は下にも入れる。前はさ太陽光じゃなくて電気で撮ってたけど太陽光の方が色が伝わりやすい気がするね。ホリカホリカの方こっちの方がねピンクが可愛い感じだけどちょっとくすんでるのでめっちゃ使いやすい春っぽいやつ。しかもこれね
いい匂いがするのめっちゃ。だからお気に入り、ここのカラーとここのカラーをちょっと混ぜて使います。目尻にグラデーションになるようにちょっとだけ下も、目尻の三角ゾーンも、トゥーフェイスドのこれもねめっちゃ可愛いの赤みブラウンで描いていきます。さっきの方に戻りまして、こことここを混ぜて涙袋にちょっと塗ります。そして一回涙袋を描く。いつもねセザンヌの描く二重ライナーで描いてんだけど、今日はピンク、影用ピンクの方を使おうと思います。結構薄いから色がしっかりめに描く。いいねピンクメイクに馴染んで。ピンクメイクにさ、いきなりこのブラウン使っちゃうとしっかり色がついちゃう感じで、結局いつものメイクっぽくなっちゃうんだけど、この涙袋をピンクにするだけで全然違う。そしてラメもこの色を使います。これもねめっちゃ綺麗なラメ、指でのせる。目頭にものせました。上まぶたさ、マットの方がピンクが映えて可愛いかな。ちょっとだけ色足します。このピンク濃いめのピンクにして、今日はラメなしにしよう。こちらケイトのスーパーシャープライナーのブラウンです。このままペンシルで延長ラインも描きました。今日はマスカラをブラウンにします。シーメルのブラウン、色がね絶妙。じゃあいい感じのブラウン、ホットビューラーも温めます。これなんかねよく質問もらうんだけど、8秒ってやつ、これをドラッグストアで買ってずっと使ってます。大事なチークをやります。最近買ったラカのセットを使う。なんか2個でいくらみたいな安いやつを買ったので、ラカっていつもさ発売すぐそういうキャンペーンやるから、私はいつもそれでリップとかも買ってんだけど、708番ラブシルクブラッシュポームみたいなカラーをベースに、私はね肌がブルベの夏なんですけど、こういうパープル系は透明感を出してくれるので、前もねコステコのやつ使ってました。高めの位置に入れます。これは706番ラバーっていうカラー、いい名前。下のシャドウとつながるようなイメージ。ちなみにこのブラシもついてきたの、ラカのめっちゃいい、色がね乗りやすくて。ハイライトクレドポーの105番です。こういうやつね、鼻の先ちょっと顎ここら辺にちょろっと、手で唇の上、これはほんの少しどうせ取れるから。リップはロム&の07番モーブホイップ、これもめっちゃ最近ゲットしました。こんな感じ、かなりねねっとりしてるから落ちにくくていい感じ。グロスいらないくらいツヤツヤになるし、メイクはこんなもんかな。髪の毛もやってきます。はい、こんな感じで完成しました。じゃん、こんな感じ。髪の毛はねアレンジしてみた、前髪をちょっとだけ薄くしてみました。ちなみに髪の毛の巻き方はヘアセットの動画を出してるので、気になる方はそちらを見てください。ということで私の春メイクはこんな感じでした。はい、いつもよりラメをちょっと控えめにしてみた分、ピンクの色味を強くしたりとか、チークを濃いめにしてみました。私はピクニックに行ってきたいと思います。この動画が少しでもいいなと思っていただけたり、参考になったよっていう方はぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは、おちゆらのでした。バイバーイ。